はい、皆さんどうも、みたろうです。ポケモンレンジャー光の奇跡実況プレイやっていきましょう。動画の更新がめちゃくちゃ久しぶりになりますが、まだすいません、最終回ではありません。で今回ちょっと最終ダンジョン光の神殿に向けてのレベルアップ編を一回動画化しようと思います。先日ね、生放送で一回やらせていただいたんですけども、で最近のレベル上げがちょっと変わったんで、そちらをご紹介させていただきたいなと思います。今までは2つに分かれた闇の道ビークイーンにピジョットを連れて周回してたんですけども、最近はね、激震ドラゴンポケモン、こっちを周回してます。でパートナーはネンドールです。これがね、意外とね、ビークイーンよりもストレスなくクリアできて、だいたい S ランクで回って、どれぐらいかな、これとりあえず一番初めは3つに分かれてるんですけど、ここは一番左が固定ですね。多分もうずっとやっててずっとここで合ってるから。でここの右に90秒のタイムプラスがあるので、これを取ります。でここから3つに分かれるんですけど、まず一番上に行きます。でいろんなね、ここ次ステージがあるんだけど、ここ左上、これも多分固定なんですね。それ以外は全部外れになるんですけども。で、ここ先に来た理由は、このスピードアップですね。があるので、これがあると全然違います。で、サーナイトが1体目がいます。で、サーナイトの攻撃パターンがどうやら同じっぽくて、レンドールがこうやってちょっと追尾する3回の光の輪で、ノロノロ状態にしてくれます。で、ちょっと離れて出してあげると、1個目が当たりますね。で、サーナイト1出して、また次1が来て、で、この次に1と2が来るんですよ。で、1が来て、このまま連続で2が来て、で、サーナイトが動きます。で、ここら辺で、うまく、こうやってキャプチャー割ればいいんですけど、そうするとね、この後ちょっとまたずれちゃうんで、今のはだいぶいい感じにキャプチャーできましたね。で、戻ります。で、次からがちょっとね、多分ランダム、ボブヒャイっぽいんですけども、左行って、で、これ3つに分かれてますね。で、これが、奥に宝箱があるところが外れなので、上か下の2択。これ多分完全に2択っぽいんですよね。これ外れだ。OK。押してすぐ、スイッチの反応が消えれば正しい道なんで、今みたいにちょっとだけ乗ってみてすぐ反応しちゃったら外れになります。で、誰だ、ドンカラスかな、あれやっぱ戦わないだけで全然違うんで。で、ここもまっすぐずっと行くと、サナイトが、おうおう、そういう逃げ方するのか初めて見た。で、また同じですね。で、一回消えて、1を出さないのか。一番初めは出さないくて、ここで一回、参加の、ババババババってのが来るんですね。で、あれ、これ道中結構ゴリゴリ行っちゃって大丈夫です。で、1が来て、もう一回1だったっけ、次であれかな、1、2が来るんだっけ。で、2が来る。あ、でも結構いけんな。一回レベル上がったからだいぶ違うな。ここで安定してキャプチャーできるようになったから全然違いますね。で、真ん中。結構ね、これね、出た瞬間出会い頭でね、ドンカラスが目の前にいて即捕まるっていうこともあるんで気をつけましょう。で、90秒のタイムプラスがあって、で残り右も同じですね。だいぶ楽だなこれ。今レベル上がるとスタイラーパワーが10上がるんでね、それで全然違いますね。いつも触らないとあそこで取れなかったんで、でこれ合ってますね。で、一番上、これも90秒のタイムプラスです。で、次のエリアが一通り大きなフロアになって、6つだね。あるんですけども、上と左下、ここで固定ですね。上で下の、あれが上がって、橋がかかって、左下でサーナイトが出てくる。なんかもうここまで来たらね、やっぱりね、ポケアシストよりもキャプチャーの方が、威力出るから、ノロノロ作戦はね、やっぱ結構いいと思うんですよね。あと端っこにいられると困るぜ。
で、これでサーナイトが動いて、また消えて、一番初めのあの状態に戻るのループの繰り返しなんで、サーナイトのパターンはもう、これで固定みたいですね。で、あと赤いワープゾーンの先に向かえで、上か。ここにも90秒があって、あと残り9分半もあって、4分30秒でボバンド倒せば S ランクなんで、だいぶ楽ですよ。で、ここの塊に、60あるんで、ゴリゴリ行っても大丈夫です。で、4分15秒。ただね、ちょっと、でボマンドは結構戦いやすいんですよ。怒り状態をいかに早く脱出できるかがポイントなんですね。唯一ストレスかかるとしたらそこなのかなっていう感じ。はい、じゃあやっていきましょう。で、はじめぐるぐる回して、そう、1がこれ、1とこれの2セットと、ドーンでね、だいたいそれのセット。で、はじめは、ちょっとこれもやっぱ話してあげないと、で、2がこれか。このね、3パターンしかないんですよ。で、あと1回ノロノロかけちゃえば、しばらくはこれでいいんで、ずっとキャプチャーしてもらって、どっかで2が絶対来るんで、来ねえな。ねえ、怒りが来たら、あ、ここで来たか。これをね、うまくちょっとね、脱出するのがね、難しいんですよね。これが、そんなに当たらないんですよ。で、キャプチャの、これも減らないから、やっぱりどうしても、レンドール当てていくしかないんだけど、ここら辺から、初めのボーバンダって、時期狙いなんです。時期狙いっていうか、キャプチャしてる方の狙いか、ね、狙いなんですよ。で、ここら辺から、アシストポケモン狙いに変わるんですね。で、ここでやっぱり当たっちゃうと、ちょっと時間かかっちゃうんで、これもだからちょっと出すタイミングちょっと早くやりすぎちゃうと、ね、こういう事故もあるんだけど、そうするとちょっとね、めんどくさくなるんだよね。ちょっと待って、偽トロ止まったでしょ。へい。よし、まあ、時間に余裕あるから。止まってるね。ちょっと待って、偽トロ止まってる。動かねえ。どうした急に。ちょっと待って。おーい。なんでそんな急に動かなくなったの。今怒り状態だからいいんだけど。どう動いた。よし。復帰した。復帰してない。すげえ悪くなったな。だちょっと待ってから出してあげるといい。でもやっぱりこういうこともあると。ちょっと待って、すごいな。ひどすぎるな。もうこれ完全に壊れてるっぽいな。 3DS 実況がメインだから、ニセトロ壊れるときついんだよね。で、そろそろ溜まるか。で、次の位置に合わせてこいつの怒りを解除して、あとノロノロしちゃえば、あとはもうぐるぐるキャプチャーしてるだけでいいんで。で、こうやってちょっと暇な時は粘土ールを準備しといて。なんでや。おっと、粘土ール狙わなかったね今。まあでもさ、今さ、ニセトロが止まってあだこうだってやってる間、まあ、ちょっと時間食ってもやっぱり1分弱余るんで、ある程度レベルまで上がってきたらボーマンダ周回した方が楽なのかなと思います。で、うん、10分かからない、10分ぐらいかで周回できて、スタイラー経験値が1000弱入りますね。お、ボーマンダーついに手に入った。使うかどうかわかんないけど。だから粘ドールであとやるとしたら、ここのあそこの怒り状態をいかに早く脱出できるか。ポケアシストのレベルはもう上がんないから、パワーも固定なんですよね。で、ちょっとね、ノロノロでいろいろと見てたんですよ。で、サーナイトがノロノロで、ちょうどボーマンダーのところ S ランクで、ボーマンダーが出ないときはサーナイトなんですね。で、回復力
が1秒75でめちゃくちゃ速くて、パワー120で、相手に向かって念力の弾をたくさん飛ばしてノロノロにする。これもしかして超強いんじゃねえかなと思ったら逆でした。めちゃくちゃ弱かった。1列に並ぶ、波状波状のやつを、時間かけて、ピャッて1個飛ばして終わりなんですよ。まあ、1個じゃなくて、広がっていくからいっぱい出てるんだけど、だから1個あたりのやつがめちゃくちゃ弱いし、出すまでにラグかかるし、めちゃくちゃ使いにくかったんですね。で、次、ルカリオを今ちょっとね、レベル上げて、こいつでね、やってみようかなって思ってるんですよ。で、アシストレベル、ここまでちょっとレベル上げるの全然足りないんだけど。で、ルカリオを育てて、最後が、あれじゃないですか、もうぶっちゃけみんな知ってると思うけど、アルセウスなんでノーマルタイプになるから、ルカリオで、どうやら戦えるらしいので、それも含めてルカリオのアシストレベル上げて、もしかしたらボーマンダの周回速度がもうちょっと速くなるかもしれないですね。なので、ちょっとすいません。こんな感じでレベルを上げしといて、まあ、70ぐらいになったら一回また光の神殿挑戦してみて、ダメそうだったらまたレベル上げ続行して、いけそうだったら動画化して、最終回っていう形を迎えたいなと思います。ではご視聴いただきましてありがとうございました。また次回ちょっと、なるべく早く上げられるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。さよなら。